はい、ここからですね、多分2回目かな、俺の動画に出るのは、スーパーレジェンドですよ。ロビン・ファン・ペルシーですよ。いいですね、いいですね、いいですね。かっこいいね。オフェンス20。多分、ファン・ペルシーのレアではこれが一番能力高いんかな。テクニック19、パワー16、スタミナ16。まあ、万有にね、移籍したのが結構年齢、もう30前ぐらいでしょ。だから最初のシーズンで優勝とかしたんかな、あの香川真司とかと一緒にね。まあ、でもその年だけだったよね。そっからとなんか消えて、都落ちしていったよね、どん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 。この人ね、フィジカルっていうか、背はごついんだけど、タッパーあるんだけど、厚みがなくて結構細身だったんだよね。だから結構プレミアでは活躍はしたけど、長続きしなかったよね。で、意外と繊細やったんかな。もうちょっとなんか泥臭くやってもよかったんですけど、意外と繊細なイメージがする。昔のベルカンプタイプ、意外と繊細みたいな、打たれ強くないんかなっていう。で、まあ今はですね、なんだっけ、フェイエノールとかな、地元がフェイエノールとかな、そこのユースの監督やってるみたいで、ちょっとやばくない？やばくない？この2枚ちょっとやばいよ、ね、レジェンド級や、お前どっちも。これさ、欲しい人いるんじゃない？1億円なら売る。マジで。1億円。1億円なら、買いたいって知るやろ。ファン・ペルシーマニア。いいよ、1億円なら。売ってあげるよ、1億円なら。っていう感じで。まあ、現在はヘイユー・ノルトンね。ユースの監督をやってると。まあ、でも、どうなんやろ。ゆくゆくはフェイエノルトの監督なのかな。でも、ね、フェイエノルト、チャンピオンズリーグ優勝じゃないわ。リーグ優勝してんね、確か。で、注目になってんのが、このファン・ペルシーの息子が、ユースにいるんやね、その同じ。だから自分の息子の監督みたいな。まあ、どんだけ活躍してるかはわかんないです。将来嘱望されてるのか、されてないのか。ちょっと謎ですけども。まあ、でもこのね、ファン・ペルシーの息子ですから期待されますからね。まあ、どんな息子。でも最近息子多いよな。ファン・フォーイドンクの息子もできてるやろ。だから結構息子2世多いよな。あ、せや、ファン・ボメルか。ファン・ボメルの息子も結構、注目されてるらしいからね。だ結構息子が出てきてるかな。はい。っていう感じでね。今後。どうやら名将になれるかどうかまだちょっと怪しい。わからへんな。未知数やな。まあ名将になれるのかな。まあでもね、いろんな名将のもとでやってきてますから。その可能性はありますからね。はい。まあ楽しみですね。